私の生き方でもあるんですけれども、特にその会社経営をしてから非常に感じるのは、なんか2種類のこう人がいるなと。ある人はこれをやってくれと言ってくださいと、そしたらそれをきちっとやっていきますという人で、ある人はですね、やってくれって言ってないのにこれがやりたいと、ただしですね、やりたいだけじゃダメなんですよ。これをやりたくて、この仕事を任せてくれたら自分はこれだけの成果を出しますという結果のところまで持ってきてくれる人の、まあ、2種類の人がいると。その2つとも必要なんですけれども、やはり右腕になる人は、極端な話、私が言う前にですね、こういう仕事をこの会社でやりたいんだと、私の抜けている視点、ここをやりたいんだというふうに言ってくれる人という人と一緒にやっていけば、もっとこう広がりも出るし成長もすると思うので、そういう人を、がいますし、これからも求めていきたいですね。